皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中3数学、今回は y イコール x 2乗と y イコールマイナス x 2乗のグラフの特徴について説明します。まず y イコール x 2乗と y イコールマイナス x 2乗、この関係を表にしてみましょう。y イコール x 2乗を丸1番、y イコールマイナス x 2乗を丸2番として表を埋めていきます。 x がマイナス3の時、丸1番はマイナス3を2乗するので9ですね。丸2番はマイナス x 2乗ですから、この丸1番に負の符号マイナスをつければいいんですから、マイナス9ですね。 x がマイナス2の時、丸1番はマイナス2の2乗で4、丸2番はマイナス4と、こうなります。 x がマイナス1の時、丸1番は1で、丸2番はマイナス1、 x が0の時、どちらも0ですね。そして x が1の時、丸1番は1、丸2番はマイナス1、 x が2の時、丸1番は4、丸2番はマイナス4、そして x が3の時、丸1番は9、丸2番はマイナス9と、こんな風に表を埋めることができました。このことから分かること、ね、まずここのグラフにしてから考えていきましょう。丸1番 y イコール x 2乗、この表からグラフの点を取っていきましょう。まず0の時は全て0ですから、ここです。1の時、丸1番は1の時 y も1、2の時は4と、3の時が9と、3の時が9と、この辺ですね。こちら側もマイナス1の1、マイナス2の4と、マイナス3の9と、こんな点ですね。これをなだらかに結んでいくとこんな感じになりますね。同じように丸2番も、グラフにしてみましょう。0の時は0ですよね。で、1の時はマイナス1ですから、この辺りですね。2の時はマイナス4と、3の時がマイナス9、マイナス1の時マイナス1と、マイナス2の時マイナス4と、マイナス3の時がマイナス9と、こうなりますね。これをなだらかな線でこのように結んでいきます。まあこんなふうになるんですね。ちょっとずれちゃったとこありますけど、これから分かること、カッコ1番 y イコール x 2乗のグラフ、これですね。これは上に開いているグラフです、ね、上にこのように開いていますよね。これに対してカッコ2 y イコールマイナス x 2乗のグラフ、これですね。こちらは下に開いているグラフになります。それからカッコ3番 y イコール x 2乗は x が0、この時ですね。この時一番数が y の値小さくなりますから、最小値、ね、最小値 y イコール0になります。このグラフで一番下のところ、最小値ですね、これが y イコール0なんですね。これに対してカッコ4番 y イコールマイナス x 2乗のグラフ、これは x が0の時、このグラフのちょうど一番上に行きますよね。つまり x0 で、こちらは最大値、最大値 y イコール0になります。そして見てわかるように、丸1 y イコール x 2乗のグラフは y イコールマイナス x 2乗のグラフと、これ x 軸について対称なグラフ
になっています。つまりこれを紙に書いた時、この x 軸でこのように折ると、丸1 y イコール x 乗と y イコールマイナス x 乗の2番ぴったり重なるということが言えるんですね。実は y イコール ax 乗、つまり y が x の2乗に比例するグラフ、こういうグラフでは比例定数の a の絶対値が同じで符号が逆のグラフ、これは x 軸について対称になります。丸2番で y イコール 3x 乗のグラフと x 軸について対称となるグラフは絶対値が同じで、正負が逆になりますから、これは y イコールマイナス 3x 乗、これが y イコール 3x 乗のグラフと x 軸について対称なグラフということになります。丸3番、y イコールマイナス2分の 1x 乗、このグラフと x 軸について対称なグラフは、これマイナス2分の1ですから負の数ですね。だったら絶対値も同じで符号が逆ですから、対称なものは y イコール2分の 1x 乗、このグラフが y イコールマイナス2分の 1x 乗と x 軸について対称なもの、こういうことが言えるんですね。今回は y イコール x2 乗と y イコールマイナス x2 乗のグラフを書いて、その特徴から分かったこと、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。